雪が音を吸い込むせいか、シスロディアはどことなく荘厳な感じがしますね。厳かさで言えば我がアウテリーナ宮も負けていないと思うが。否定はしませんが、この国の雪の白銀と青みを帯びた影は独特の趣があります。確かにこの性質に張り合うのは不遂だな。寒いだけじゃねえ、住んでる連中の心まで冷え切ってた昔よりマシだけど。冷え切った心の持ち主で悪かったわね。お前のこと言ってるわけじゃねえよ。だいたいそれ言うなら俺だって。いたずらに過去を振り返ってうなだれるより、そこから学んだものを明日に生かすことが大事だぞ。過去を振り返らなさすぎるのもどうかと思うが。あなたは少し振り返りすぎです。キサラは手厳しいわね。うちの女性陣は基本的に全員手厳しいと思う。同意。発言は控えさせていただこう。フルル、魚の干物があるんだが食べないか。フル、肉の方がいいよな。なあフルル。フル、ちょっとむやみに食べ物で釣らないでって言ってるでしょ。フルルもすぐ釣られないの。フル、すっかり人気者だ。そうね、最初はリンウェルのそばから決して離れようとしなかったのに。リンウェル自身が変わったのも大きいのかもしれないな。それはそうかも。私が気を許さない相手はフルルも警戒するから。それが今じゃフルルも含めてみんな家族みたいなものだもんな。私が考え事をしているとそばに寄ってくることもあるわ。触れられないのがもどかしいくらい。いつか撫でてあげて、すっごい柔らかいから。でもよ、そんなに懐いてるか。俺なんて未だにしょっちゅう疲れてるぜ。それは何か別の理由があるのではないか。序列の問題とか。序列って犬かよ。どういう時に疲れるんだ。ああ、例えば俺がリンウェルと話してる時とか、よく割り込んでくることあるな。ひょっとしてフルルのやつやきもち焼いてんのか。ああ、フルフル焼いてて。だからつつくなって。こら。うん、良い組み合わせだ。フルフル。おう、今度は私たちの番だな。ええ、楽しみね。覗かないでよ。んなことするかよ。ゆっくりしてくるといい。はあ、生き返りますな。一番の若者が何を言っている。本当いい気持ち。みんなでお風呂に入るなんて夢にも思わなかったわ。ねえ、シオンのお肌が綺麗でびっくりしちゃった。美容の秘訣を教えてもらわないとな。もうやめてよ。絶対スベスベだよ。触りたい。ああ、危ないって。キサラはやっぱり筋肉質。何か言ったか、リンウェル。ロー、もう、なんだよ。男児には乗り越えなければならない壁がある。おう。その壁を越えた時、男は男になる。そして私はその手助けができる。やるか。本当にやるつもりなのか、アルベ。これは男の儀式ってやつで。
なわけないだろう。ふっ、固い男だ。そういう問題じゃない。でもよ、俺はここで男にならねえと。ワコードの成長の機会を奪うというのかね。アルフェンってかっこいいけど鈍いよね。まあ痛みがなかったのだし。まったくお似合いだな。ほんとほんと。リンウェル、今のはスケベ大魔王がいたのかも。何それ。アルフェン、どうしたの。俺は違うんだ、信じてくれ。それにしてもいいお湯だったね。うん、また皆で来よう。僕らもう一回入ってきていいですか。壊してはならない壁もあるが。この開口、偶然とは思えんな。開口ってなんだ。目的地に着いたわよ。キューハリューパンケーキはいかが？あ？ご人のもとへ颯爽と登場。うちに秘めたるは慈悲と情熱の源。おいしい麗しキュオハリムパンケーキ、お一ついかがですか。ずいぶんな歌い文句ね。こんなものがあるとは私も知らなかった。これはこれはキュオハリム様、いかがですかパンケーキは。せっかくだから食べていきましょう。うん、しかし
民衆の前で自分のパンケーキを食すというのもな。では作り方だけでもお教えしますよ。そして肝となるティオハリム様の描き方ですが、それは結構よ。行きましょう。ねえねえ、このパンケーキ早速作ろうよ。先ほどの店はティオハリムの顔を描いていたな。いろいろと応用が効きそうだ。主となる食材も少なく、味の方も工夫できるのではないか。あ、じゃあみんなで作ろうよ、自分だけのパンケーキ。よし、任せておけ。アルフェンはダメ、辛くなるから。キサラもダメ、優勝間違いなしだもんね。優勝って競うのか。そう、私とシオンとティオハリムの真剣勝負だよ。あ、私は食べる専門よ。言い切った私はどんな勝負でも受けるぞ。なら私が審査員を務めよう。材料集めなら任せてくれ。よし、それじゃあ勝負だ。これは？必要なものは屋上で調達できるかもしれないな。こたびも刺激的な旅であった。二度と来るんじゃねえぞ。決めるこの大会、いよいよ開幕です。司会をやり始めた。いかがですか、審査員のキサラさん。うん、非常に個性的な面々だ。どんなものが飛び出すかとても楽しみだよ。期待が高まりますね。おっと、早速シオン選手の一皿が登場だ。持てる技術をつぎ込んで見た目にもこだわったわ。おお、アグレッシブ。シオンらしくていいじゃないか。では早速いただくぞ。これは中にパチパチ弾けるお菓子を入れてみたの。そうか、これはこれで新しい感覚だな。しかし、少し食べ応えがありすぎるというか、甘すぎるというか。ええ、できる限りの食材と砂糖を詰め込んだわ。これ一つで3日分の栄養は取れるはずよ。3日分だと。こいつはだいぶ審査員に響いてるぞ。悪い意味でな。さあ、お次は大将の出番だ。私が作ったのはこれだ。
これはピュオハリムパンケーキ。まさか自分で書くなんて。さあ、私の珠玉の一品、存分に味わうがよい。ではお言葉に甘えて。何のためらいもねえな。ピュオハリム、中から変な汁が出てきたのですが。うん、世界中の珍味を集めて包み込んだ。そしてこの作品の最大の魅力は、パンケーキなしでもうまい。失格です。不覚。あった、まさかの大将が失格だ。どうしよう、私普通のパンケーキ作っちゃった。二人とも悪が強すぎるよ。これじゃオチがつかない。リンウェル、お前の番だぞ。分かってるって、今仕上げをしてるとこ。フルーフルルーって、その顔は。フル、いいの。分かったよ、私フルルのこと忘れないよ。お待たせ。はい、これ。お前、まさか。フル。あ、いや、なんでもねえ。では、キサラ審査員、実食を。うん、これを。周りは柔らかいが、中央がフルルの形に押されて適度な硬さになっている。ふわふわとみっしり、食感の対比が面白いな。甘めの生地にジャムの酸味も効いている。そしてなぜだろう、とてつもない意気込みと執念を感じる。これは文句なしの優勝だ。フルルー、優勝はリンウェルだ。リンウェル、パンケーキ界を制したな。味も見た目も完璧だと思ったのに、何がいけなかったのかしらって。あれ、キサラは。食べた分を消費しないとって走って行ったぞ。なんだか悪いことをしたわね。私、自分の食べたいものしか考えていなかったわ。大将のやつも思ったこと悪くねえな。この歯ごたえと甘じょっぱさが癖になるっつうか。だろう。だがリンウェルのパンケーキにはかなわないな。なあ、違いねえ。ぜひまた作っていただきたい。フルフルん、どうして逃げていったのだ。まあ、今度はみんなの顔も描いてあげるよ。楽しみだな。描くでいいんだよな。Thank you.
見てくれよ、こんなに動物が増えた。まさかロウに飼育の才能があるとはな。やっぱ波長が合うんだね。照れるぜロウ。もう少し言われたことの意味を考えた方がいいぞ。なんだロウ、鍛錬の帰りか。ああ、つい夢中になっちゃってさ、下着まで汗びっちゃびちゃだぜ。私は兄さんやコノエの連中で慣れているが、他の女子の前でそういう発言は控えた方がいいぞ。まあリンウェルとか顔真っ赤にしそうだよな。別にリンウェルとは言ってないが。だ、ほらあいつ呼びもしないのに視界に入ってくるからさ。それはお前がいつも無意識にリンウェルがどこにいるか気にしてるってことじゃないか。いつの時代にも青春はあるのだな。俺はリンウェルみたいなおてんば気にしてねえし、どうせならもっとキサラみたいに大人っていうか。私も彼女くらいの頃はおてんばだったぞ。いや別におてんばが悪いってことじゃなくて、だってあいつのやんちゃっぷり半端じゃないだろ。ねえねえ、何の騒ぎ。リンベル、サンダーブレード。うわっ、なんだよ急に。ロウが私の悪口言ってたってフルルが。ふう。ロウの一番のライバルはフルルかもしれないな。それもまたよし、春には嵐がつきものだ。ねえシオン、最近アルフェンと仲良くしてる？急にどうしたの？何の話？ごめん、気になって。ほら、前はアルフェン痛覚がなかったけど、今は違うから。そうね、正直彼の痛覚が戻ってから出会えば悩まずに済んだのにって思うこともないわけじゃないけど、それでもああいう形で出会ってなかったらこの気持ちだってなかったはずだし。難しいわね。気持ちはわからなくもない。形は違うが、私も永遠に触れることができない相手がいる。ミキューダのことだが、アルフィンは生きているだろう。それにまだ未来がどう転ぶかわからないんだ。そこまで不安になる必要はないと思う。私だってシオンに触れたこと一度もないけど、でも私がシオンのことどう思ってるかは伝わるでしょ。そうね、出会った頃の私への態度きつかったものね。いや昔はほら、私もあまり何も知らなかったし。じゃなくて。言いたいことはわかるわ、ありがとう。それに触れ合えなくても気持ちを伝える方法はあるものね。わかりやすいところではやはり料理だな。特に相手の好みの料理は効果絶大だ。思うところがあるなら料理に込めてみてはどうだ。そうね、やってみるわ。アルフェンの好みに合わせると私たちが大変なんだけど。まあここは応援ということで私たちも頑張ろうな。
しばらく滞在もしたが、この国の人々のことは未だにつかみきれないな。レナ人もダナ人も自分で考えることを放棄して、ただただ従うことだけを強いられてきたからな。それをこの国らしさとは思いたくない。昔は何かあったはずだ。あったとしても残っているかどうかだな。取り戻せないなら新たに作るしかない。けどそれを俺たちが押し付けてはダメだ。そうだな。ここの人たちが自分で作り上げてこそ意味がある。だが時間はかかるだろう。そこは焦っても。なんだ、敵か？ごめんなさい。大きな虫が飛んできたものだから思わず。虫？ズーグルか？別にズーグルかどうかで撃ったわけじゃないのではないか。密林と湿地に覆われた土地だからな。メナンシア以上に虫には居心地よかろう。ものの本によれば人間の食べ物にいつの間にか卵を産みつけて増えたりもするとか。ああ見えて虫もたくましいんだな。アルフェンは平気なの？まあ好きってわけじゃないけど、飢えをしのぐのに食べたこともあるし。ほう、虫をどう調理するのかな。ティオハイナ、珍味の話ではないですから。あ、トカゲ。アルフェンってずっと鎧着てるけど熱くないのか？今感覚あるんだろ？まあ正直言うと不便がないことはない。背中が痒くなった時とか？どうかな。それに見た目より軽いと言ってもやっぱり肩だって凝るし。鎧といえばキサラも涼しい顔してるよね。鎧は心で着るものだ。さすが元この絵兵。意味よくわからないけど。もっと深刻な問題だってあるんじゃねえの？まあ、それこそ急に小便したくなった時とかさ。確かにちょっとめんどくさいな。慌てると挟みそうになるし。それヤバすぎるだろ。いっそ普段は全部脱いどいた方がいいんじゃねえか。いつ敵が襲ってくるかもわからないからな。命には代えられないさ。用を足してる最中に襲われたらどの道どうしようもなくないか？なあリンウェル。怒るよ。
杯。乾杯。様子がおかしい。取れない。これはあの時と同じ。アルベン。一人。どうすれば元に戻せる。今回は消せる茨もないのに。そうだ。アルベン。シオンは一人なんかじゃない。俺たちがいる。そしてブーケも一つじゃない。これは俺からのブーケだ。だから諦めるな。一緒にこれからも戦おう、シオン。そうじゃない。塞ぎ込んでしまったのはそういうことじゃないの。それに無茶をするなんて何と言えばわかるの。でもあなたのおかげで元気が出たわ。たとえブーケという名の武器であっても。喜んでくれてよかった。俺もお揃いの武器を作ったから一人。もうアルフェンにはかなわないわね。気にするな。実は私も人のことは言えなくてな。大人になるって大変だな。
き止まりか。こいつを使えばいいんじゃねえのか。待って、脅かすなよ。まずいのかこれ。そうじゃないよ。いるよ、この先に。いよいよだ。この先きっと勝つまで引き返すことはできない。世界と一緒に生き延びるか消え去るかだ。みんな覚悟はいいか。ここまで来たら逃げるわけにはいかねえよな。とっととぶちのめして帰ろうぜ。古き時代を終わらせる、思えば長い道のりだった。まだ終わりではありませんよ。新しい世の中作りが待っているんですから。ダナとかレナとか魔法とか関係ない世界。うん、そのためにも絶対に勝たないとだね。ハロッポー、行きましょう。私たち自身の未来のために。何かに支配されたり奪い合ったりしないでいい世界。大切な人と一緒に生きていける新しい時代のために。行こう。レナの花の上か。やっとたどり着いたか。だが精霊の意志の核はどこだ。それにレナス・アルマ、ヘブレクトの35の話ではここが核だってことだったな。リンウェル、何か感じないか。どっちを向いても精霊力だらけなのは確かだけど、一番強いのは私たちが踏んでる花だよ。そう言われたってこんなの壊せるわけないぜ。試しにぶったたいてみるか。見て、ラスアルマ、あの光はダナからの精霊力か。だが一体
これが精霊の意志の核なのか。我々と戦うために実体化したという。滅べと言うなら、お前と戦う。行くぞ、みんな。俺たちはお前の餌じゃない。やつらは人形でもねえ。人の未来は人の意志で選ぶ。人ならぬものによって決められるべきではない。奪われたくない。だから止めるよ。あなたを悲鳴なしで笑いと覚悟で満ちた喜びに戦おう。返してもらうのは私たちの世界、私自身の人生を。さて、いや、それ以前から続く支配を今壊せ。繰り返す必要は教えてくれるか。無理をしないでね。
攻撃を受けながら、なんという仕事さなのだ。関係ねえさ、向こうが根を上げるまでぶちかまし続けるだけ。セレイが、うかつ、まだ余力を残していたか。やろう、レナサロンを持ったまま逃げやがった。悠長に引き返していては間に合わない。俺たちもこれを使って追おう。ああ、そっとしねえけど仕方ねえな。ええ、ここで逃げられるわけにはいかないわ。よし、行くぞ。足場があって一安心。うわ、いいけど、どうなってんだここは。理解を超えた光景だな。それより精霊はどこだ。見て、あそこ。なんだ、形を変えているのか。まずいよ、やっぱりどんどん再生してるみたい。しかも前より大きくなろうとしてる。くそ、なんとかあそこに追いつかないと。気をつけて、何か来るわ。足止めのつもりか。次々と来るぞ。それだけ向こうも追い詰められているってことだ。決勝だ。世界の位置にしては小僧な手を使う。あれが人間のように考えるとは思わない方がいいわ。けど時間稼ぎなのは確かだろ。ああ、本体の方はどんどん大きさを増している。だがその分速度も落ちているようだ。かえって追いつけそうだ。しのいだ方がいいってことか。みんな頑張ってくれ。こいつら突っ込んでくるぞ。それを止めるためにこの盾がある。分かった、任せたぞ。はじかないぞ。次、終わりだ。やらせない。やらせか。やっと暴れ。うっかり暴れ。大地の元に伝わって。うわっ、死ねば。エラプレッシャー切り開く。はい、支援長かい。死ぬ、高まくまった。ミリ戻る。私なら受けたら、 起こして浄化。
追いついたぞ。ダナの力を吸収するのをやめた。どうやら我々の相手と力の吸収を同時に行うだけの余裕はないと見える。なら早いとこぶちのめしてレナ・サルマを取り戻そうぜ。で、全て終わる。今度こそ本当にだね。ここまで来たんだ。みんな必ず生き延びて一緒に勝利をつかむぞ。無論だ、誰一人欠けることなく。凄まじい気迫だ。我々が奴の力を注ぐ。キュア！まずは腕を狙うぞ。私たちもやるよ。ロー！任せとけってか。みんなお願い、守るため。我らに剣道を確保。振り注げ押し撃。フェアリーパーク。無理はしないで。
シオンも無事だ。精霊がまた再生する前にこのまま儀式を始める。シオン。これで精霊を葬るのだろうな。それをこれからやろうというのだ。黙って見ている。知っているのか、精霊を滅ぼす方法。貴様が知る程度にはな。俺を操ろうとした精霊は滅ぼさずにはおかん。そのやり方はさせない。だからやるのだ。貴様には耐え難かろう。お前は支配者の務めを果たす。この力で女もろとも精霊を葬る。それでこの茶番は終わりだ。
支配されないために支配する。それは終わりのない憎しみの道だ。わからないのか。行き着く先は破滅しかない。許し合いだけがそれを避けられるんだ。弱者の思想よ、無傷が走る。違う。許し合うことこそが強さだ。許しなどない、ただ強者の蹂躙あるのみ。支え導いてくれる者は、お前にだって仲間くらいいただろう。俺が覚えた翼、背中に振り下ろされた、むしろ火のごとき痛みだ。仮に奴隷を殺すと、より弱い者を生贄にして生き延びる弱者が愛だ。そもそも、どこにもありはせぬ。やめる気はないのか。くどい。そんな一人と世界を天秤にかけながら、俺に道理を説くとは肩腹痛いわ。確かに死を持たせない。俺のわがままこいつに耳ならず、いつまでも俺の願い決して国にかけて頂いていない。俺と同じく欲しいものは全て手に入れるとは違う。俺の目指すのは与え合うことだ。ぬくもりを許すよ。奪い取るだけのお前と同じなものか。この力でお前を倒す。はい、俺の中の終わりだ。貴様が撃てれば全て収まる。死ね。お前こそ孤独の限界を知れ。お前のやったことは悪だ。そこは否定しようもない。だがお前が道を誤ったのは、なまじお前が強かったからだ。何よりお前が一人だったから、支え正してくれる仲間がいなかったからだ。お前には自分のため以外にその力の使い道がなかった。誰でもお前のようになったかもしれないんだ。俺だってだから、俺はお前を許そう。哀れんで許す。まさしく強者の所業よ。よせ。たとえ世界を救い、虫の良い夢を思い描こうと、これより貴様が歩むのは裏切りと失望に満ちた汚職の道。その果ての暗闇で待っているぞ。ボルナー
レナス・アルマが。でもまだ炎の剣があるわ。レナス・アルマほどの力はないかもしれない。それでもダメだ、それはダメだ、それだけは。もうすぐ茨は、精霊は解き放たれる。そうなればどの道誰も助からない。でも今ならまだ間に合う。私ごと茨を焼いて。そんな、そうしないために今まで戦ってきたのに。必ず助けると約束したのに。分かってる。でもあなたにまで死んでほしくない。お願い、私のために世界を終わらせないで。アナからの精霊力が通った道がまだ残っている。あれに乗せてダナの意志に呼びかけるんだ。何を言い出すの。覚えてないか、ダナの意志は俺たち一人一人に宿っているって話。俺たち全員の総意がダナの意志となって現れるのなら、ダナの世界全体に訴えることで助けを得られるかもしれない。ダナの人々が私たちを助けたいと思えば、それがダナの意志となるって言いたいの。無茶よ。無茶でもシオンを救えるとしたらこれしかない。それにこれはレナを救う方法でもある。レナを救う。ああ、レナの意志は決して邪悪ではなかった。犠牲にしないと言うなら、レナも救わないとダメなんだ。俺はシオンのいない世界で生きたくない。もう何かの屍の上で生きるのは嫌だ。アルフ、分かったわ。俺はシオンを救いたい。そしてレナも救いたい。何かのために別の何かを犠牲にする、そんなことはもう終わりにしたい。だから力を貸してくれ。
人はそれぞれ背負うものが剥がれこの星に生まれた意味を知る強く生きるため弱さを隠して恐れずに痛みから始まる続いてく物語に私はいるのかな届かないこの願いに少しだけでいいから
行こう。Each and every time we all stand up, stop like